あんたも私と同じくらい楽しんでるといいんだが。そうだな、もう少しここにいていいぞ。
いわゆるちょっとしたレベルを上げってやつさ。さてどこにしようか。これはすごい。とんでもなく利口な我が友は果てしなく続くかのように見えるこの地下牢をほぼ無傷で通り抜けたようだ。そしてもう行きたそうだな。みんな私を置いていく。大抵この身を縛られて決して戻らない。嫌がらせとしか思えないよ。誰も遊んでくれやしないんだ。ああそうだ、聞いてくれ。取引をするのはどうだ。もし今からあんたと私で知恵比べをして、例えば月に1日店に出かけてちょっと遊ぶことを承諾してくれるなら契約してもいい。その契約に基づきこの私は、ややこしい部分は飛ばして、あんたとお客にそれ以外の時は絶対にご迷惑をかけませんなどなど、あんたは店、私は遊び入って、互いに利がある。いい話だろう。それじゃあゲームを始めよう。なんて終わりだ。
私の立場になってみろってんだよ。ついに私が細心の注意を払って作った遊び場にふさわしいものが現れたか。この地下牢でまた遊べるなんて嬉しいな。楽しいとは思えないかな。そうなのか。まあ好みの問題だろうな。で、取引のことだけど。私は約束を守るポルターガイストだ。前もって取引の内容をはっきりさせておきたいんだけど。よく聞け。毎月1日以上は私が問題なく楽しめることをあんたが保証するなら、それ以外の時間はほぼ放っておいてやる。ほぼ。あなたに何の得があるの？この場所でうるさい音を出すのも大好きだが、カエルチョコで頭を叩いてやった時の客の顔を見るのに変わるものはない。観客の本当のありがたみってのは失うまで気づかないものなんだよ。うん、契約してもいいよ。ただしちょっとした補足が一つ。やったやったぞ。これで一日中虚しくうるさい音を立てる必要はなくなるぞ。待てよ、ちょっとした補足が一つと言ったか。そう、私のお店を繁盛させるためにも騒がしくするのは夜の9時以降にしてもらえないかな。1ヶ月に1日以上じゃなくて2日以上じゃダメか。いいよ。素晴らしい取引ができてよかった。もうクタクタだ。お見事。あんたならやってのけると思ってたぞ。正直に言おう、カサンドラは確かに最高の遊び仲間を見つけてくれたよ。すべての道はホグズミードに通ず。どうも、ペニー。箱に入ったらどこに行くのか知ってたんだね。ペニーはまた店主が聖マンゴ病院送りになるのではと考え始めていました。またって何？聖マンゴ病院？ペニー説明してくれる？ペニー息を止めるのはやめて。一体どうしたの？ペニーをお許しください。ペニーは話すことを禁じられているんです。話すのを禁じられてるって何？私は店を買ったんだから。ペニーは混乱しています。あなたが戻ってきたらオーナーだと思っていました。ありがとうペニー。出るところに出ないとダメだね。いい考えだと思います。シンガー巡査ならどうすればいいのかわかるでしょう。ペニーはここで待ちます。シンガー巡査、少しお耳に入れたいことが。ああ、また会えたね。どうかしたの？カサンドラ・メイソンのお店を買ったら呪いの地下牢に閉じ込められました。カサンドラ・メイソンがあんたに店を売っただって？
買えるから買ったまでです。でも問題はそこじゃなくて、チカローのことで。いや、そこも聞こえたね。まだ従ってくれないお店付きのしもべ妖精は、過去に何度も同じことがあったって。不思議だったんだよね。あそこのテナントすぐに出て行っちまうって悩んでたから。何にしても随分大胆な告発だ。カサンドラに会わなきゃこの問題は解決しないようだね。行こうか。いいよね。おやおや、ルース、あんたうちのシンガオと知り合いなのかい？カサンドラ、あんたは自分の店としもべ妖精をこの生徒さんに売った。あんたの商売についてはいろいろ面白い噂を聞いてるよ。一緒に来て詳しく。止めて。コンフリング今は。一体何をしと取引するなんて、私がバカだったI'm sorry.
がっかりだよカサンドラ。リンカーサラス、何してるのか分かってるのかい。もちろんさ、あの店がいつも開いたままなのは前から気になってたんだ。まさか呪いの力をとは思いつかなかったよ。ありがとう。店に戻って屋敷しもべ妖精が怯えてるはずだ。あの痩せっぽちのチビ妖精め、まさか裏切るとは。試練しよう。ああ、心配しないでいいよ。カサンドラがすぐに店と小人の所有権を譲る書類を提出してくれる。アズカバンに向かう途中でね。ありがとうございます。ホグズミード一フレッシュな店長として頑張って。ペニー、いい知らせだよ。シンガー巡査は店の主人は間違いなく私だって言ってくれた。よかった、それはいい知らせです。ペニーは安心しました。あなたに本当のことを話せなくて大変でした。ペニーはあなたのように親切なご主人様のため頑張ります。ペニー、地下牢でぜひあなたに渡したい衣類を見つけたんだ。衣類をもらって自由な妖精になれるなんて考えもしませんでした。どういたしまして、よかったね。もちろん、あなたのために今後も店の運営を頑張ります。もう自由だよ、したいことは何でもしていいんだ。でもペニーは仲のいい人と一緒にお店をやりたいんです。そしてホグズミードの人たちに売りたい。ペニー、それが本音ならこんな幸せなことはないよ。残ってくれるなんて本当に嬉しい。ええ、ペニーもです。やってもらいたいのは新しい看板を決めることだけです。残りはペニーにお任せを。クラッドウェル&ブリュースターだ。素晴らしいです。外から見てみてください。ありがとう、頑張ってお店の在庫を集めるよ。あ、それとペニー、毎晩9時にはお店を閉めることにしよう。
終わりですか？ええ、あなたの売り物には良い値をつけさせていただきますよ。あなたの旅が無事で素晴らしいものになりますよ。いつも言ってるけど、旅は視野を広げてくれるわ。グレイス、ここで何してるの？会えてよかった。この間は本当にありがとう。私は呼び寄せ試合が得意で、次の相手を待ってるの。あなたが私の相手でしょ？そうみたいだね。始めましょうか。いいよ。それじゃあお手並み拝見ね。今の見たわよね。ショットね。やるじゃない。どうやら私の負けみたいね。お見事。潜水もできて呼び寄せ試合も強いなんてすごいわ。グレイス、あなたもやるね。私もなかなかやるでしょ。学生同士の試合ではあの子にしか負けたことないの。今みたいにやれば彼女にだって勝てるかもしれない。無事でよかった。そこにいたんだ。心配したんだよ。密漁者がおばあちゃん家に来たんだ。ホーンテールホールで私を見て調べてきたみたい。どういうこと？おばあちゃんは無事？無事だよ。でもおばあちゃんのみんなの家が狙われた。卵を探しに来たんだ。
家中ひっくり返してたって言ってた。おかげで破滅だってわめきながら。ごめんポピー、おばあちゃんが無事でよかった。二人ともそこまで頭が回らなかったね。考えが甘かった。密漁者を見くびってたよ。そのせいでまた別の生き物が狙われる。っていうと？密漁者は収穫が欲しかったみたい。おばあちゃんが珍しい魔法生物を研究してたのを知って資料を持ち去った。問題はその中にスニジェットの秘密の生息地に関する情報があったことだよ。スニジェットってどんな生き物なの？金色の羽をした小さな鳥だよ。どんな角度にも翼が曲がるからどの方向にも急ターンできるんだ。クイリッチで使われる金のスニッチはこの鳥がモデルなんだ。昔は本物を飛ばしてたなんて野蛮だよね。密漁者が狙うような生き物なんだ。スニジェットを捕まえればドラゴンよりも大きなお金になるはず。金のスニジェットの羽と目玉はとんでもない貴重品なの。だから絶滅に追いやられたんだ。欲に目がくらんだ魔法使いが狩り尽くしてね。密漁者に見つかったら無理な繁殖をさせられてお金のために殺されるに決まってるよ。具体的な場所が書いてあったの？暗号めいた書き方だったみたい。不幸中の幸いだよ。密漁者の頭じゃ多分見つけられないと思う。おばあちゃんの記憶によると手がかりは月の光の中としか書いてなかったって。それで何箇所かに絞れるって言ってたけど。密漁者の手からスニジェットを守りたいみたいだね。おばあちゃんは関わるなと言ってた。スニジェットが生き残ってたら密漁者に狙われるって悲しそうだった。ドラゴンを助けた時は向こうも油断してて楽だった。でも今回は警戒してるよね。味方が欲しいね。密漁者を憎んでて生き物を大切にしてる人がいたら。それだよ、あなた天才。ケンタウルスがいる。あの人たちならスニジェットのために立ち上がってくれる。だったら相談しに行かないとね。ただアプローチには気をつけないと。警戒されるだろうし。それでも唯一の希望かもしれない。ちょっと考えてみる。計画を思いついたらすぐ知らせる。我が貴友よ、会えてよかった。
おじさんと話したのか。いい知らせを持ってこられたらよかったけど。それで、なんて言ってた。あなたはフェルドクロフトに近づくなって。アンにも。妹を殺されてたまるか。あいつに僕とアンを引き離す権利はないんだ。僕を追放すればアンのことを諦めると思ってるなら大きな間違いだ。どんな形でも闇の魔術の使用は許せないとも言ってた。私たちのどちらかでも使ったことが分かればすぐにブラック校長に言うって。ああ、あの異物はアンを救う鍵だ。闇の魔術かどうかは関係ない。必ず呪いを解く。アンを失うわけにはいかない。僕が会いたがってるのが分かるよう紋章を送らないと。ごめん、何の話かな。何でもない。これまで以上にあの異物が持つ力のことを知りたいよ。どうして紋章を送ればアンは会う必要があるって分かるの。親を失ったばかりでソロモンと暮らすのに荷造りをしてたんだ。全部は持っていけない。アンは大事にしてたものを注意深く整理した。家族との思い出の詰まった箱があって、宝石、カード、古い写真。中でも気に入ってたのが手作りの紋章だ。戸惑いもせずに僕にくれたよ。これが守ってくれるって。魔法はかかってないけど大事に持ってる。これで繋がるんだ。会う方法を見つけてアンに渡す。気をつけてセバスチャン。おじさんに見つかったら私たち二人とも退学だよ。オミニスは僕たちに怒ってるとしても家族に愛はない。僕たちが頼れば必ず校長とのコネを使ってくれる。じゃあ知らせを待ってるよ。ありがとう。君がずっと一緒にいて支えてくれてることに感謝してる。知らせを受けたら袋を送る。やあ、やあアミット。確か
ゴブリディグック語がわかるんだよね。わかった。いや、わかるよ。ひょっとして君がホグズミードで一緒にいたゴブリンと関係ある話？そう、ロドゴクって言うんだ。ちょっと手伝ってほしいんだけど。彼はゴブリンの鉱山のそばで待ってる。助けてくれない？もちろん。すごいや。あれ、待って、もしかして危ない？ゴブリディグック語に関する何かを見せようとしてるとか。彼、シローナの友達なんだ。それを聞いて安心した。シローナが信頼してるなら大丈夫だよね。ゴブリディグック語ができるんだよね。どのくらい？英語と同じくらい長く使ってるよ。うちの親はすごい書斎を持ってるんだ。古典を読むのに飽きた時、ゴブリンの書物をむさぼり読んだんだ。題名を言ってもいいけど、わからないよね。ゴブリンと直接話をしたことはある？実はないんだ。すごく楽しみだよ。ゴブリディグック語を母語とする人と会話するのがね。発音の微妙なところや、よくわからない抑揚を確認できるのが楽しみだよ。何しろ独学だからね。ロドゴクが待ってる。行こうか。わかった。その前に重要な単語の発音を 2,3 個確認しておきたい。向こうで会おう。また冒険に出発するの？レベリオ。ゴブリディグック語が話せる友達が来ます。でもその前に、なぜここに集まったのか知りたいです。ああ、残念だが、アートコットの兜をランロクに渡しても期待した効果は得られなかった。略奪の詳細を知っていてな。私が魔法使いの力を借りてやったと見ているのだ。これであなたたちの溝を埋められるって言いましたよね。彼の反応は予想できたんじゃ。こんなことを言いたくはないが、ランロクに合理性を期待することはできない。ブラグボールと奴の日記が忌々しい。ブラグボール？ランロクの先祖だ。名の知れた金属採掘士でな。協力してくれるならもっと詳しく話すべきだろうな。ついこの前、ランロクに頼まれて発掘されたブラグボールの日記を取りに行った。ブラグボールが魔法使いたちから依頼を受けて作った保管所について記述されているものだ。保管所っていうのは？魔法で強度を高めたゴブリンの金属でできた大きな入れ物だ。保管所を見つけるためにランロクが数人よこしたのだ。日記にある5つの名前に関連する場所を探さねばならなかったからな。ラッカム、フィッツジェラルド、バカ、モーガナーク、ルックウッド。ルックウッド城。そこで捜索を始めた。ランロクが保管所のことを気にするわけは何です？気にしているのは中身の方だ。魔法使いは長らくゴブリンにその知識を共有することを拒んできた。お前たちは杖さえ持たせてくれない。故に私をはじめとした多くのゴブリンは魔法族に不信感を抱きながら生きてきたのだ。魔法使いが独占したくなる力が保管所にある。ランロクはそう信じて疑わなかった。彼はそれをゴブリン族のために奪うと決意した。だが。友達のアミットです。話の続きはまた今度にしましょう。こんにちは。お会いできて光栄です。ゴブリディグック語を話せるのか？おーバガーレオー。もういい。まさか今のがゴブリディグック語だとは言わないだろうな。はい。ちょっと発音がおかしかったかも。地方によって違うとか。発音の問題ではない。そもそも言語とも思えなかったぞ。ではゴブリディグック語の会話はともかく、読むことはできるのだろうな。はい、できますよ。ロドゴクでいい。私は鉱山に一緒に行くことはできないからな。
計画書の文字を解読できる者がいればいいんだ。計画書？なぜ一緒に来られないんですか？蘭六が何を知っていて何を企んでいるか、それが分かるようなものが欲しい。不用心な信奉者が何か残しているはずだ。私は一緒に行けない。私の存在を蘭六に告げられるとまずいからな。お前たちはとにかく見つからないように行動してくれ。魔法の扉の目にも、鉱山をうろついている信奉者にもな。知っておいた方がいいことはありますか？姿を見られているうちは開かない。裏を返せば、姿を見られなければ通れるということだ。魔法使いの魔法を使えば何とかできるはずだと思うが。アミットと行ってきます。帰りを待っているぞ。また後で会おう。扉がこっちを見てるよ。どんなに本を読んでも実物にはかなわないね。本物のゴブリンの鉱山か想像してた以上だよ。ゴブリンに出会ったなんて信じられないよ。できるだけ情報を集めてから行く。単純だけど見事な職人技だ。レベリオ、出来栄えはさておき、これが唯一の道だね。ゴブリンの鉱山にいるなんて信じられないよ。アクション。レベリオ。鉱山のことは本で読んだことあるけど、実際に見ると違うね。離れないで。もっと強い敵と戦ったこともあるから大丈夫。
の戦闘。レベリオ。夏休みに読んだ冒険者の登場人物になった気分だよ。アミット、周りを見てみよう。計画書はないかな。この辺に設計図があるはずだ。図面だ。何かを作ってるんだね。よくわからないけど気になるね。ここで何を作ってるのか突き止めてみせるぞ。翻訳が正しければ大丈夫だと思うけど、何か大きなものを作ってるんだ。でも何だろう。設計図や図面を見つけたら教えて。複雑な場所だね。これも図面だ。何を作ろうとしてるんだろう。この鉱山には大きすぎるよ。この辺にもっとメモがあるはず。何を作ってるんだろう。
魔の罠、気をつけないと危ないよ。今絡みつかれたステーション。